皆さん、こんにちは。私はニュータニックスの SE の野木と申します。このセッションでは、ニュータニックスユニファイドストレージでランサムウェアに対する防御を強化と題して、ソリューションのご紹介をさせていただきます。今現在、サイバー攻撃は日本なども含めて11秒ごとに発生するとも言われていて、今ビジネスが、攻撃されるかではなくて、いつ攻撃されるのかといったリスクがございます。私どもニュータニックスのユニファイドストレージ NUS にはサイバー脅威に対する防衛機能を備えています。このセッションではこういったサイバーセキュリティとランサムウェアに対する機能を説明して、構造から非構造化データに対するサイバー攻撃に対してデータがどちらにクラウド上のどこにあったとしても NUS を活用して保護、検出、対応、分析ができるというソリューションをご紹介させていきます。よろしくお願いいたします。このセッションのご説明内容としましては、まず、なぜランサムウェアの問題に今フォーカスしなくてはいけないのかというところをご紹介します。そして、ニュータニックスのユニファイドストレージやデータレンズといったソリューションはどういうものなのか。そしてさらに、皆さんが、ではそういったセキュリティの脅威やランサムウェアの脅威を防御するのに、ユニファイドストレージやデータレンズを使ってどのように行えるのか。最後にそれをどのようなイメージで使えるかというところをデモでご紹介させていただきます。今、世界中で生み出されているデータのうち、実は 80% が構造化されていない、定型化されたデータベースとか、従来多かったデータではなくて、構造化されていない非定型のデータというふうに言われています。つまり、いろいろなデバイス、例えば携帯とか、いろんなプラットフォームが増えてきて、さらにアプリケーションとか、データをどこに置くのかというところも増えてきて、日々、音声や動画、IoT、データ分析などユーザーからデータが生み出されています。そういった非構造化データが増え、悪意のある一般的な攻撃が増えてきていることが今、ビジネスや利益への損害を与えています。共有ストレージのセキュリティも今までより厳しく、難しい運用を求められていて、データセンターの弱点とか次の攻撃に備えるといったところ工夫が必要となってまいります。例えば2021年では平均で毎11秒にビジネスがランサムウェアなどの危険にさらされるというふうに言われておりましたけれども、昨今そういった攻撃も進化して多くのセキュリティ検証を免れてデータセンターへのリスクが増えてきています。エンタープライズ製品群もここで書かれているように2021年では 10% のお客様がしたランサムウェアの防御メカニズムを求めておられましたけれども、2025年までには全企業の 40% がストレージ製品にもランサムウェア防御メカニズムの実装を望んでいらっしゃいます。調査会社の情報によれば、今や 78% のビジネスがサイバー攻撃の犠牲にあっていると言われています。また昨年2021年にランサムウェアの攻撃影響を受けたビジネスのコスト影響は200億ドル、そして日本円でいうと2兆8000億円を超えると言われています。したがってこの左側の図にありますように、 CIO を含む経営陣の皆さんも 63% 以上がセキュリティへの投資を会社最大の目標というふうに考えているわけです。このようにセキュリティリスクがあるデータ運用管理であったり、ストレージ環境において、ニュータニックスは HCI、ハイパーコンバージョンインフラソリューションを提供してまいりましたが、今はニュータニックスクラウドプラットフォームというふうにプラットフォーム全体を呼んでおります。すでにこちらに挙げているのは、たくさんのセキュリティ対応機能を含んでおりまして、例えばセキュリティ技術導入ガイド、またはソフトウェアデータアドレスなど暗号化対応、そしてソフトウェアのコード開発から QA、最終リリースに至るまでセキュアに対応しております。こういった製品全体、それぞれ全体の取り組みは、このユニファイドストレージ製品に組み込まれていて、すべての側面でデータを守ったり、皆さんのビジネスを通常通り行うために、どのように実装しているかというところを、プラットフォームのレイヤーのコア技術として、後でデモとしてご紹介させていただきます。ストレージソリューションは、最近 NUS と呼ばれる新しいパッケージソリューションとしてポートフォリオと呼ばれる対応を発表いたしました。今現在はアプリケーションとサービスの対応としては、ファイルオブジェクトブロック機能に一つの
ポートフォリオとして対応していて、一つのプラットフォームで、一つのキャパシティベース、容量ベースのライセンスモデルに対応しております。こういったニュタニックス自身の独自の価値をこうデザインしたクラウドプラットフォームとして、具体的にはワンクリックでの運用管理、また日々のメンテナンスや柔軟性、あと拡張が非常にスモールスタートからスケールアウトしやすくて必要な分だけ導入をするといったことを自由にご選択いただけるものになっています。そうしたディファインドストレージソリューションとしては大きな利点がありますので、ユニファイドストレージでも十分の機能を持っておりますので、やはり柔軟性として、データやサービスを動かす場所としましても、オンプレミスだけじゃなくて、クラウドにも対応して必要なデータと場所を、時間と場所を問わず利用可能というソリューションとなっております。次に、ランサムウェアからの保護としまして、どのようにセキュリティ対応しているかというところをご説明します。例えば何か問題があったときにどのように検出して皆さんのビジネスの通常業務の運用に戻るためにどんなソリューションとして対応しているかというところをお聞きください。まずサイバーセキュリティフレームワークをご紹介してお客様環境がどのように動いていくかご説明します。ランサムウェアで何かをするだけではなくてどのようにお客様環境を戻していくか、ステージやリカバリー責任範囲もご説明します。まず第一ステップとしては、この右上にあります特定というところで、セキュリティリスクに対してユニファイドストレージで何をするか、素早く認識してリスクを判断するというところが非常に大事な点だと思います。2番目の部分は保護。ここで特定しましたリスクをデータを使われていないか、ランサムウェアとして認定しなくても、例えばゼロデイアタックと呼ばれるような、今後のリスクになり得るような、潜在的な脅威がないかというところを継続して、リスクを取り除いて、個々のアタックに対する対応を検討してまいります。次に、検出という部分で、すぐに対応を行って、ですね、2番目の対応というようなアタックがどんどん増えていくのに対して、ランサムウェアの保護としては、有用な部分を行います。そして、ストレージバックエンドは非常に高性能ですので、暗号化されますと影響が大きくて、困ってしまうことを起こらせないように、統合機能で検出してすぐに対応するという点です。そして、レスポンスとしましては、アタックの損害を少なくしてアクションを取る、リスクを軽減するというところが、4番目としては対応の面で必要となってまいります。5番目、最後ですけれども、こちら復旧としまして、通常の業務に戻るように、サイバーセキュリティに対してエンドトゥエンドで対応をしてというところが、この5つのステップとなっております。詳しくはデモでもご覧いただければと思います。ランサムウェアからの保護について、一つの機能だけで実現するのではなくて、集合として対応していくというような形をとっています。つまり、こちらの図で見ていただいてわかりますように、ニュータニックスはサービスアプリケーションの機能を統合して提供して、集中管理を行って、セキュアな一つのプラットフォームを提供しています。例えば、この部分で言うと、オブジェクトについては、例えばバージョニングとか、ワーム、ライトワンス、リードメニューの機能がありますので、こちらはデータのガバナンスやコンプライアンス機能だけではなくて、ランサムウェアの保護にも書き換えられないように、変更されないようにというふうに使える面があります。また、ファイルズでも最近ではワーム機能を拡張しております。また、こういったレプリケーションの機能につきましても、クラスター間の方は非常にシンプルで、ポイントとなっております。ファイルズを例えば、DR、ディザスタリカバリーでも、個別のスケジュールでデータを保護して、データセットの間で、セキュリティとか、ソースターゲットっても、他のシステムだったり、反対方向にも送ったり、そういった保護や、DR のように受け取って、さらに別のクラスターにというような保護もできることによって、よりデータの保護に貢献していきます。そして、ここで書かれたフローという部分ですけれども、こちらはネットワークのセキュリティで、例えばポリシー制御のアプリケーションの制御、そして VDI とか、ネットワークセキュリティでのポリシーというところが非常に有効ですし、VDI のユーザーログインとか、どのアプリケーションを使えるかというのはコミュニケーション制御、あとは特定デスクトップでのファイルやシェア、オブジェクトストレージなどをそのアクセスするような制御も可能になってまいりますので、こういった統合的なソリューションとしてランサムウェアからの保護を行っております。先ほどご紹介しました、保護は一つのレイヤーですけれども、セキュリティはこう様々なレイヤーが、連携し合って、全てのパーツを連携して行います。
タバコの検出する部分についても、ニュータニックスのプラットフォームは、その一般的なストレージのポイントとして、まあ、データの、をさらにデータとして格納するという、コアな部分って非常に重要なんですけれども、分析というのはそのユニファイドストレージ、非常に大きな部分で、様々な機能を制御して、ランサムウェア防御のために、まあ、HCI のこう背景としてユニファイドストレージは非常に重要になってきます。で、普通の検出だけではなくて、まあ、カバーしてないようなアクセスパターンも、例えば、敷地を一定のアクセスについて超えたらアラートを出したり、また検出して、まあ、ファイルをブロックする機能を行ったり、シグネチャーと呼ばれるようなランサムウェアのその特徴的なパターンを認識して、まあ、それによってランサムウェアの攻撃を停止、備えるなどがございます。まあ、このように、ユタニックスはこう、SaaS ソリューションも連携しながら、こう、アタックリスクを軽減して、さらに対応し、ユーザーのブロックやクライアント全体など、その基地であったり、まあ、まだ認識されてないようなリスクに対しても対応して、データを知って防御や、最初にご説明した、その制止されるデータ増加に、まあ、悩むことなく、どこでも、作られても対応するというような、行っております。今まで申し上げたそのニュータニックスの機能だけではなくて、こう認定された、こういったバリデートされたデザインというものをご用意しておりまして、そのシングルソリューションではなくて、連携して集合として、ニュータニックスの部分やサードパーティーの機能とも連携しております。こういった認定されたデザイン詳細は、ニュータニックスの方でご紹介をしていて、今回のセッションでも別の形でご紹介もしておりますので、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。次はこうデータレンズという SaaS サービスの詳細についてご紹介させていただきます。先ほどまでのご説明の中でも軽く触れましたけれども、ユニファイドストレージのリスクやそのランサムウェアにとても最適であるこのデータレンズというものは、なぜ必要になってくるのかというところをご紹介します。こちらその SaaS サービスになりますけれども、下に書かせていただいたように、まずデータ洞察に有効であること、傾向を把握表示して、ストレージのサプライチェーンの管理にも対応しています。つまりどこで使われているかを把握して、どのエリアやアプリケーションをどう最適化するかというような分析を行うための理由から必要となってきます。で、こういった通常の検出だけではなくて、異常が何か発生ないかというようなアクセスパターンをもとに、異常検出を行って、管理者はこうどこを見なきゃいけないかという、フォーカスして優先順位が分かるという形になります。つまりリスクを認識して修正を素早く有効で、強力なツール群で連携して行うというところが、データレンズを使う上で対応をしております。そして一般のフォレンジック対応という意味では、 PCI DSS や GDPR などのその規制のフレームワークなどにも対応してますので、コンプライアンスとしての利用で、監査証跡をもとに、例えばアプリケーションとかいろんなそのランサムウェア保護とのその連携するフレームワークを使うことによって、リスクを検出して、その何か損害が起こるという可能性を低減して、通常業務に戻していけるというところが大きな点かと思います。このように、プラットフォーム全体で連携しながら、ファイルをブロック、ポリシーなどを行うことによって、こうランサムウェアの自身を把握したり、ランサムにつながりうる、セカンドアタックと呼ばれるようなものも、正しく対応することによって、データ全体の利用状況を分析しながら、どこにデータを置くべきなのかという予算に適しているかというような利用状況の分析であったり、あとはリスクを低減するという意味で、選手によっては例えばオンプレミス側において、他の、どんどん増えていくデータを、どこに位置するべきかというような、データセンター全体のそのフットプリント、どういうふうにリソースを使っていくかというようなところも、このユニファイドストレージプラットフォームがデータレンズと連携して行える点というふうになります。さらに、データレンズがなぜこういった私どものユニファイドストレージプラットフォームに有効か、この SaaS クラウドサービスがどのように連携しているかというところをもう少しご説明させていただきます。ユニファイドストレージのプラットフォームからこうオーケストレーションするようなこう流れをご紹介してますけれども、まずこうアクティビティ、使われ方をこう検出して、こうエンジンがこうモニタリングをいたします。で、この検出することによって、そしてそのアタックされるような可能性があれば、そのファイルストレージ側に戻って、こう例えばリクエストをさらに追加して、それが本当にリスクなのかっていうのは、プロファイル状況を要求して判断します。で、またこの検出エンジンで行った後に、具体的に判断して、またリスクがある場合には修復エンジンに渡していって、ランサムウェア、例えば
であれば停止であったりとか、まあ、ブロックというような非常にこう具体的な対策、ポリシーを適用して連携してまいります。またそのブロックする際にも IP アドレスとかユーザーアカウントとか様々な観点から判断してランサムウェアやそのリスクに対応いたします。で、さらにこうリカバリー復旧エンジンとしましては、ユニファイズストレージや例えばバームの機能なども持っておりますし、そのどんな対応が必要なのかというところを把握しながら、皆さんの通常のストレージ運用業務に戻れるように、このデータレンズを使うことによって、ユニファイズストレージとそれぞれこう連携して、オーケストレーションしながらイベントとか様々なレイヤーでセキュリティ技術を実装することによって、今までのニュータニックスでの経験をもとに、最高のソリューションとしてアクティブな、これから起こり得るアタック環境にも対応するという形です。このようなランサムウェア防御としての最新機能を紹介させていただきます。いろいろな側面から対応しているんですけれども、例えば検出という面では、アクティブにシグニチャーランサムウェアの判断ができるように動的に日々更新しています。で、ゼロデイアタックというものにも対応できるように、不審なアクセスがあれば未然に仕組むという、ユーザー対応とか行動をもとにも判断をしております。で、何が起こっているかということを、フォレンジック、シグニチャー更新として検出するだけじゃなくて、ダメージを防ぐ、リスクを抑えるために、修復ポリシーというものが2つ目にはございまして、こちらユニファイドストレージとして、例えばセッションもブロックしたり、ユーザークライアント IP をもとにリスクを低めるということが実現可能です。で、さらにリカバリーのフェーズですけれども、こちらはすぐに対応できるようにということで、ランサムウェアの影響としてのそのフォレンジック分析とか、通常業務に戻るために非常に重要な機能となってまいりますけれども、例えばファイルリストを上げて、インパクトがどのようにあるかっていう、ダメージを素早く認識したり、何を修復可能かということをガイドしたり、あとは自動的にリストを表示して、すぐに戻せるというように、このランサムウェアの統合ソリューションとして、いろいろな側面を提供しているということがお分かりになるかと思います。また、こちらからはお客様の事例をご紹介させていただきます。IT マネージャーの方のご意見を載せさせていただいています。こちらの ARRB という南アフリカのグローバルな会社で、ジオという地域をまたがって、自動化のシステムのためにストレージを利用しておりまして、自動的にティアリングの機能を利用して、例えばあるサイトで使っているデータを利用状況を分析しながら、クライテリアとか条件をもとに、どんなデータを別の地域に連携させて動かしていくかというようなことを行っています。ランサムウェアの検出も対応しておりますけれども、その通常の検出だけではなくて、利用状況も把握して、ロケーションとしてもそれぞれの地域間でベストのバランスや、その統合管理を行うことで、一つのビューで、グローバルな環境に対応しているというお客様環境の例となっております。最後にデモとしまして、ニュータニックスのデータレンズを使って、ユニファイドストレージに対してファイルのアクセスパターンの脅威の検出や、クライアントをブロックしたり、ユーザーを識別して、今後の脅威の可能性についても、対応であったり検出してアクションを行えるというところをご紹介させていただきます。まずデモとしまして、このデータレンズのランサムウェアのトップページ、ダッシュボードというところの設定をご紹介させていただきます。データレンズはランサムウェアのその検出するページであったりとか、あとファイルサーバーのそのセルフサービスのこの右側のリストの状況とか、ブロックのシグニチャーのリスト、脅威の検出やそのブロックのエンティティリストというような様々なものを、どのように何をブロックしたり、設定ワークしたり、シグニチャーや脅威の検出をしたりというところを、まずご覧いただけます。で、こちらはそうですね、こういった設定の方を見ていただきますと、具体的にどういうものが設定されていて、そこから設定によって何をブロックしているのかというところも把握いただけるというような、そのようなところを皆さんの方でこういったプロパティのところでも調整していただくことが行えます。で、またこういった設定に対して、具体的に例えばスクリプトでランサムウェアをエミュレート、実験として発生させるような一般的なパターンを入れたりしますと、このように自動的に5分もすると、
ランサムウェアを検出しまして、インパクトとか、その甚大な脅威っていうものを、このクライアント側だけじゃなくて、このデータレンズ側で、共有リストして、IP アドレスとか、クライアントっていうものもリストして、インパクト、どういう影響がその増加しているかというところを、クライアントアドレスの表示とか、あとはブロック具体的にその後、シェアをブロックして、クライアントからシェアにアクセスできなくなるというところまでの流れが、今、こちらの試しに作ってさせていただいたそのランサムウェアのアクセスの状況から、お分かりになるかと思います。そうですね。こちらシェアでアクセスするものがアクセスできなくなるという状況になっています。で、やはりこういったランサムウェアアタックが続きますと、例えばブロックして、クライアントのユーザーがこのようにアクセスできなくなってきますので、アクセスできないようなその状況というものは、E メールで管理者さんにもこういうアタック状況を通知というものが可能になってきます。そしてその検出してシェアなどのファイルがもうインパクトをどのようにあるのかというものをリストさせていただいたり、あとはこういった通知からこのダッシュボード上でそのドリルダウンして、具体的な被害を受けた状況とか、ブロックして守った状況というものを、例えばJSON ファイルとか CSV などで吐き出していくことによって、今後のその運用管理であったりとか、詳細レポートというものを活かしていただいたり、修復のためにも確認していくというところが行えるというものになります。最後にまとめさせていただきます。まず、今までのそのご説明の中から、なぜランサムウェアが非常に注目して、対応しなければいけないんで、そして、ユニファイドストレージやデータレンズがどのように、そのランサムウェアの対策として支援していくか、リスクを低減していくかというところが、お客様環境に向けての効果というところをお分かりになったでしょうか。で、こういったランサムウェアのその防御を、ご理解いただくために、より情報を把握できる方法としましては、このニューダニックスでご紹介しているストレージのサイトをぜひご覧いただきたいと思います。で、また実際に試してみたいというお客様は、こういったメールをいただきますと、トライアルとして試しておく、既存のお客様でもデータレンズを使っていなくても行っていただくということも可能です。また、セキュリティのプラットフォームを拡張したりというような、そのセキュリティ運用の複雑さというものも、またセッションなどもご確認いただけるかと思います。そして、具体的にこういったデータレンズやユニファイドストレージの部分をお客様、お使いの方でも、お客様、まだお使いでない方でも、より詳しい情報というものを、テストドライブと呼ばれるようなサイトから、具体的にどんな機能が使えるかというところを、ランサムウェア防御を試しておくということも行います。まとめますと、このように11秒ごとにリスクがどんどん増えていくというような今中で、ご説明しましたようなお客様が経験されるようなランサムウェアの、インシデント、被害状況、もしくは100以上のアタックというものを防ぐために、ランサムウェアの対策を注力して、必要かというところがお分かりになったかと思います。非常に重要な数字などもご紹介しましたので、ぜひニュータニックスのユニファイドストレージやデータレンズの合わせてご検討いただけると幸いです。皆様、ご清聴どうもありがとうございました。それでは、ランサムウェアに対する防御を強化するためにとした私のセッションを終わらせていただきます。ありがとうございました。